さん、ゲストの皆さんに丁寧にご挨拶をお願いいたしますよ。
しなくて、今のタンスを、はい、ではこの応募者の中から私の今回のモデルになってもらいましょうね。はい、もう下ろして結構よ。はい、先ほど覚えた3つのポーズを使って皆様と共に簡単なゲームを行いましょう。拍手。皆さんもやっていきましょうね。いきますよ。はい、やることは簡単、ジャッジの要領で3つのポーズの中から私と同じポーズを取った方が勝ち。いいかしら。このようにするのよ。最初はヴィラン、シャープなヴィラン。最初のヴィランはこのポーズ、いいかしら。続いて2回目のヴィランで3つのポーズの中の1つ、それが私と同じであればあなた方は勝ちとなる、いいかしら。一度練習してみましょう。いきますよ。3、はい、最初はヴィラン、シャープなヴィラン。はい、私ベールのポーズを取ります。こちらのポーズの方が勝ち。でも一度違うポーズを取ってしまっても大丈夫、大丈夫。なのでもチャレンジしてみていいかしら。さあ本番と参りましょうかね。何回かやるのでお決まりください。いきますよ。さあ、はい、最初はピラン、さあピラン、ピラン。はい、私ポックのポーズを取ってあります。こちらのポーズの方が勝ち。続いて2回目いくわよ。さあ、はい、最初はビーラン、美しいビーラン、私のポーズでした。はい、続いて MP よ。はい、それでは今度は私と同じポーズを取ってくださいね。いきますよ。さあ、はい、最初はビーラン、魅力のベール。はい、ベールのポーズ、どんどんいきますよ。さあ、はい、最初はビーラン、ホットマサリのホック。はい、ホックのポーズでございます。あとはメルさん、お願いいたします。私ですか。はい、かわいい。階段は危ないですわ。気をつけてくださいね。はい、いきますわ。私のポーズでは最初はビラン、私はベール。はい、素晴らしい。それそれ素晴らしい。次はホックさんにおりますか。はい、カールをできます。かっこいいでございますね。これが最後だ。行くぞ。最初はヴィラン、うるわしいホック。はい、ストップ。今ホックのポーズの方以外は下ろしてちょうだい。ホックのポーズの方はそのままよ。そのまま。あら、皆さん素晴らしいわね。 MP、はい、素敵な方がいらっしゃったわ。こちらの方をご案内。ご案内だ。ではこちらの方へ。こちら足元にお寄せしてください。行ってまいりました。じゃあホックさん、お願いいたします。エスコートしてあげて。あら、素敵。さあ、ワンポイントコードにぴったりのモデルが見つかったわ。まさにぴったりのエモンの、あ、いやいや、ぴったりのお方。この雰囲気、このお顔、そして何よりこの香り、まさにあと一歩のところでヴィラン。では早速お名前をお伺いします、ね。はい、失礼いたします。お名前を。メイです。メイ様。メイ様。メイ様でございます。ではヴィラン様とお呼びいたしましょう。よろしくどうぞ。早速ではございますが、今のヴィランズメイ様のファッションチェックさせていただきますので、リクルーターの2人どう思う？暖かそうだな。確かに暖かそうね。私たちとお揃いですわ。そうね、そうね。暖かにダブられている。とてもセンスの感じは素晴らしい。人間としては最高のファッションと言えるでしょう。ではそこに私のヴィランズワンポイントをプラスさせていただきますので、皆さんちょっと前に、もう少し前に行きましょう。こちらの赤いジャケット素敵だから。素敵ですね。もうね、こちらのトップスの中に着てらっしゃるの、これ黄金のシルクに変えちゃいます。ははは、その方がおしゃれだわ。それに、はい、そうそう、背中にチェルノモフの大きな翼を着て。え、あったでさ、アイスビーラー、もうそれ、それアイスビーラーの予算オーバーです。ほかのにしてください。無理よ。いやいや、ほかのにしてください。でも全然予算ないんです。全然予算ない。建築サイト、建築サイトはしなくて全然ない。そうだわ、 MP、はい、あれがあるじゃない。何ですか、あれ。あれよ、あれ。あ、あれでございますね。ちょっとありものなんですか。少々お待ちください。おは、さすが準備が早い。さあ、さあ、いらっしゃい。ではこちらの方にお願いいたします。さあ、本を捨てていただいて。私のファッションアイテム、そうね、ヴィラン、どちらがよろしいかしら。メイ様、
ションアイテムいかがでしょうか。お持ちください。しっかりとお顔にお当てになって抵抗あるかもしれないけど、しっかり生えてますからね。はい、ご覧ください。なんという偶然でしょう。こちらの多くのマスタービランズ、キャプテンフック的ファッションなビランズメイクのピッタリ、はい、こちらをお当てになるだけでビランズそのものハロウィンの主役となられました。拍手。素晴らしい、ありがとうございます。ではこれを記念してお写真撮ってなっていかがでしょうか。それは良い考えでございます、ね、はい、ではヴィランズメイ様、お連れの方に写真を撮っていただきたいのですが、本日お連れの方はいらっしゃいますか。今買い物に行っている。では、なんということでしょう。お買い物に出られてる。今ヴィランズになられてる。お願いいたしましょう。なんというカメラの準備していただいてよろしいですか。はい、もう大丈夫。では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 、パシャリ。そうよ、そうよ、ちょっと抵抗あるかもしれない。しっかり表に立って、さあ行きますか。いいですか、大きな声でハッピーディーラで行きますからね。はい、行きますよ。さあ、はい、ハッピーディーラ。はい、じゃあ一応確認していただいて。ダメよ、外した。あなたしっかり表に立って。じゃあメイさん、はい、ちょっと確認していただいて。はい、ラッチに取られています。ありがとうございます。素敵なお写真が撮れました。このワンポイント講座であなたのヴィランズファッションは完璧。いつでもヴィランズの世界へのご招待を受けても大丈夫。ではもしこの私がこのリクルーター2人と共にヴィランズの世界にご招待すると言ったらどうなさいますか。さあどうです。現世に別れを告げて、つまりご家族ご友人その他もろもろと別れを告げて美しきヴィランズの世界に旅立つご家族は終わりかしら。イエス、イエス、素晴らしい。お買い物中のお友達さようなら。さすがだわ。そうよね、そうよね、そうなっちゃ。でもこのご招待には一つだけ条件がございます。それは666年後ハロウィン最後の10月31日の夜12時ぴったりに、あの恐ろしきタワーテラの頂上に来ること。よろしいですね。お待ちしておりますよ。さあ皆さん、ヴィランズメイン様の勇気に大きな拍手を。ありがとうございます。ではお願いします。はい、じゃあ今日はヴィランズから、さあどうぞお会いいたしましょう。666年のテグスで引いて待ってるわ。さて今回はご招待に一人は確保できたみたいで、まあこちらの話にはございますが、ミスター VV の耳を明かしてみるのも面白さにそう思わないですか。ミスリーラー、それを申すならば鼻を明かすでございますし、ミスター VV ではなくミスター V でございます。耳でも鼻でも V でも VV でもなんでも結構だわ。それではこれにてディズニーヴィランズワンポイント講座を終了させていただきます。恐ろしくも美しいハロウィンの季節、きっと皆様にもハロウィンチックな幸せが訪れますよ。なお今回の寄稿料は MP にお支払いを、お一人様100万ビラでお願いいたします。あー、いやいやいや、今回は結構でございます。この天気ですからね。また天気のいい時にお会いいたしましょう。それでは最後にこの言葉を、ハッピーハロウィン、ハッピーヴィランズと一緒に叫んでお別れいたしましょう。いきますよ、3、はい、ハッピーハロウィン。